小場健太郎君今日はあの北方領土の問題というか、北の話ばっかりになってますが、私、もうちょっと二三点あの、お尋ねをしたいんですが、一つはあの盛り上がってるとはいうものの、二十五年度北方対策本部予算を見ますと、二十四年度から十パーセント減、十六億四千七百 蔓延に決定をしております減っとるわけですがこの北方本部の,この予算について当局としてまずどう認識しているのか伺っておきたいと思います河合北方対策本部審議官 お答え申し上げますあの今ご指摘いただいたとおり、えー、25年度の概算要求につきましては、えー、北方領土問題に関する候補、候補経費がありますが、このうち、えー、メディアミックスによる集中的な候補と、このような部分につきましては、政府を挙げて、えー、北方領土問題に対応するという観点から、内閣府の政府候補に一元化いたしまして、まあ、この額を合わせますと、おおむね前年並みの額を要求させていただいたというふうに認識しております。 小君ということは、まあ、政府を挙げてこれを集中的にやっていこうという決意のもとだと思います。あの大臣は、そういった広報というか、インターネットも含めて、あの他の議員よりも、他の大臣よりも、そういった取り組みについてお得意な分野だろうと思いますし、いい悪いは別として、ともかくあのそういった意味では、大臣があのその広報を集中するという時期に、 の担当大臣になって、まさに今、先ほどから指摘があっているように、この北方領土の問題は、どう国民が同じ意識を持つかが大事だという指摘もあっております、それを向かって、まあ、大臣としてこう予算が変わったわけですから、その取り組む中でどうお取り組みのあるつもりかを聞いておきたいと思います山本内閣府特命担当大臣。駒委員もご指摘のとおり、北方領土問題の解決に向けた粘り強い外交。 交渉、これを下支えするのはもう国民世論だと思ってまして、この結集のためには、特に北方領土問題の認知度が低い若い世代をどうやって啓発するかと、この候補が非常に大事だというふうにあの認識をしております。内閣府としては、 若い世代が北方領土問題に対して、えー、さらに関心を持ち理解を深めるために、えー、啓発事業をいろいろ展開しておりまして今あのお,おっしゃったインターネット等の媒体ツイッター、フェイスブックあのいるキャラべてを使ってです、ね、今一生懸命広報しておりますあの私の発信力は絶対したことないんですけどもそれでも拙たないあの、えー、発信力を使ってあの先頭に立って裾野の,進むの広いあの 政府啓発、広報啓発、あの委員にあのご,あのご激励をいただきましたので、しっかりやっていきたいと思います、であのメディアミックスによる集中啓発、これはあの政府広報も含めて、より効果的な啓発を行うことをお目的としているものですけれども、この啓発が全体で低調にならないように、これはしっかり担当大臣として、えー、あのウォッチしていきたいと、こんなふうに考えております小君ぜひ、大臣ならできたんだというような部分が、多分 いろいろあると思いますので、ぜひお取り組みをいただきたいと思います。あの四島交流の問題も指摘がありました。私もあのエトピリカ、新しい船、最初の就航の時に乗ったんですが、残念ながら行けませんでした。嵐で、でも船には乗りました。あの、とってもいいものができて、あの、本当にこれからビザなし交流でも大活躍をしていくだろうと思っております。 先ほどもあのご指摘があっておりましたが、3月29日ですか、この見直しという話がございました、あの先ほども大臣からご答弁いただきましたが、ぜひこれが、この今後のビザなし交流の活性化というものが、この北方領土という、この問題の解決へ向かっての本当に大きな支えになっていけるようにということで、ぜひそういった視点、つまり今後のビザなし交流の活性化についての所見を、これは、 伊達内閣府副大臣。はい。えー、今、先生がおっしゃってこのビザなし交流の活性化についてでございますが、えー、北方交流事業は、領土問題解決に向けて、日本国民と北方四島に居住する。 ロシア人との間の相互理解を推進を図り、もって領土問題の解決に向けた環境整備を行うことは目的としているわけでございます。本年3月に取りまとめた北方四島交流事業の見直しにおいては、北方領土問題に関する国民の関心を高め、領土返還に向けた全国的な基本の盛り上がりにつながるため、将来を担う若者など、世界各層の幅広い参加を促進する、 ことなどを含め、北方四島交流事業より戦略的なものに改めていくことにしているところでございます。今後、ロシアと調整を要するものに。ことがありますが、実務可能な事項については。 今年度の事業から見直しを実施する予定でございます。そのほかの事項については、実務者による検討委員会で具体的な検討を進め、おおむね3年後をメドに全般的な見直しを実施しているところでございます。小北方問題の最後にあの大臣からちょっと 確認というかお聞きしておきたいのは、やっぱり今回の安倍総理の放浪という問題は、非常に私は大きな意義があったと思うし、まさにこの北方領土の解決へ向かっての、まあ、新たな第一歩が始まったところだろうと、こう私は思っております、まあ、共同声明を出ました、まあ、そういった意味で、これからそういった交渉が進んでいくとは思うんですが、担当大臣ですから、 山本大臣自体は、今回の安倍総理の放浪の成果とか、意義について、大臣自身がどう捉えて、これからこの北方対策に臨もうとされているのか、ここは大臣から確認をしておきたいと思います山本内閣府特命担当大臣あの。小林委員がおっしゃったように、私も今回の放浪、日露首脳会談は非常に意味があったというふうに考えておりますし、あ,のあ,る,ある意味でいうと、これはチャンスであるというふうに思っております。あの領土交渉をめぐる 領土交渉、外交政策自体はこれは外務省の所管で、えー、まあ結局、総理の戦略ということがあるのかもしれませんけれども、私は自分のできる範囲で、えー、それを後押しできるように、あの世論の啓発、それからやはり日本の立場の内外発信、こういうことをあのしっかりとです、ね、このチャンスがある意味でいうと到来しているわけですから、えー、後押しできるようにしっかりと頑張ってまいりたいというふうに考えておりますでは、沖縄のことをお伺いしたいと思います。 あの沖縄の予算の方はですね、この25年度予算、大臣もしっかり頑張っていただきまして、先ほどもご説明がありましたが、まあ、全体で64億円の増額になっていると思います、一括交付金のハードボンについては、まあ、38億円の増額と、まあ、これは私どもとしては沖縄県の要望も踏まえ、あの大変あのご努力をいただいたと敬意を表したいと思います。 今後はこれをどう本当に着実に事業を進めていくかという問題でございまして、この点についての大臣の決意をお伺いするとともにです、ね、この一括交付金を利用した事業の継続は重要であるんですけれども、まあ、この一括交付金の額を今後も維持していくという必要があると思っているんですが、併せて大臣からご答弁をいただきたいと思います山本大臣。あの今あの、小林の方からあのご指摘をいただきましたが、25年度の沖縄振興予算。 あのおっっしゃった通り沖縄県のご要望を最大踏まえた形で、えー、あのお盛り込めたというふうに考えておりまして総額は三千一億円。 えー、で那覇空港滑走路、建設事業の新規事業化と、これもすごく大きかったと思うんです、これ、えー、初年度で130億円について、えー、ご存じのとおり、後期7年から実質5年10か月に短縮と、これについては太田国交大臣ともよくご相談をして、あのお力添えもいただきました、で一括交付金もソフト803億円、ハード810億円と、えー、いずれも満額回答だと思ってまして。 安倍政権の沖縄に対する姿勢を、如実に示したということで、あの沖縄県知事からもあの感謝の意義が示されたというふうに考えております。あの今後とも強く自立した沖縄の実現、で私あの、沖縄担当大臣として思ったんですが、沖縄経済を自立させると、あのこういう視点だけではなくてですね、近い将来あるあるある、ある程度先のことかもしれませんが、やはり沖縄振興が日本経済の,その振興に結びつくような。 沖縄をフロン日本経済のまさにフロントランナーみたいな形に、ですねやはりあのしていくと、まあ、こういう視点を実は担当大臣としてもっと強調したいと、あのもうしゃがみ切ですが、沖縄には私はさまざまな可能性があると思いますので、そういうところを見ながらあの、沖縄担当大臣としてしっかり沖縄振興に取り組んでまいりたいと思っております小川君あの。大臣おっっしゃる通りりだと思いますよやっぱり アジアへ向かった最先端の入り口は沖縄なんですから、私は九州ですから、本当は九州だと言いたいんですが、やっぱり沖縄はその先にあって、まさにそこが開いた部分はあるんであって、この沖縄をどうしていくかというのは極めて大きな視点であって、そういう視点で取り組んでいただきたいという気持ちは強く思っております、で一つ、聞いておきたかったのは事務局に、ですねその一括交付金の交付要件なんですが、一応、沖縄振興にするとか、沖縄特殊に起因すると、この2項目しかないんですね、交付要件というのは。 つまり、自由度がものすごく高いんですが、高いがゆえに、逆にその指標が明確でないというようなことも、なんか現地でおっしゃっている方もいるようでございます特にこの職,あの職員数が少ない町村ですか、こうなってくると、事業選定を担う人間があんまりなくてですね、まあ、この計画を作るときも、できれば合わせていろんな知恵を出し合いながらできないかっていうような意見もあるんですが。 まあ、あのそういった国からもそういった事業策定時、まあ、こういう国から一緒になって取り組むというようなご意見もあるようですが、この点についての見解をちょっと伺っておきたいと思います井上政策統括官一括交付金の、まあ、事業策定にあたって、国として積極的に対応すべきではないかというあのご指摘、お尋ねでございますけれども、私ども、できる限りあり丁寧に、積極的に、き細かく。 対応させてていいいいいきたいとという,うに考えているところでございますあの特に昨年度、初年度であるということもございまして、えー、現地で、えー、市町村、そして県を対象に説明会、さまざまございましたけれども、積極的に参加させていただいております、またあの担当の参事官、これを現地に派遣をいたしまして、全市町村を対象に市町村長、中心でございますけれども、個別に、えー、ヒアリング、意見交換をさせていただいたところでございます。また 個別のお尋ね等についてもは、えー、その都度対応させていただいているところでございますので、こうした取り組み、今年度も積極的にさせていただきたいと思っております山本大臣。あの小川ここが委員のご質問で大事なところはちょっと,ょっと落としちゃったんですけれどもあの、一括交付金あの、一括交付金のレベルを来年,来年度以降も維持していくべきだと。 あのこれは大変大事な視点だというふうふに思ってまして、先ほど申し上げたことをもう一回ちょっと丁寧に言いますが、あの本土復帰以降、講じられてきた諸政,諸政策で、ですね社会資本の整備とか、就業者数の増加とか、一定の成果は上げているということですけれども、ご存じのとおり、県民の所得、一、えー、人当たりの所得はあの全国の下位ですし、失業率もかなり高い水準で、えー、課題はいまだあ,あるということで、ですね先ほど申し上げたとおり、あの沖縄、東アジアの中心。 えー、だというその地理的な優位性とか、あるいはあの出生率も非常に高いということで,です、ね、あのこういう潜在力を生かして、先ほど申し上げたフロントランナーになりうる可能,め可能性を秘めていると、そこを目指して後押しをしていきたいと思います、で一括交付金、これ、沖縄独自の制度ですが、あのこれを通じて、えー、沖縄のリーディング産業である観光リゾート産業、それから私担当なんですけど、IT 関連産業、まあ、こういうものの発展も図っていきたいと思いますし、あの国際物流。 産業集積、これはまさに沖縄の優位性を生かしたあの取り組みだと思いますが、それからあとオイストですね、沖縄科学技術大学院大学、えー、こういったあのおおことを進めてですね、科学技術の振興を進めて、 えー、強く自立した沖縄の実現さらには先ほど申し上げたもう一回言いますが沖縄振興が日本経済、えー、活性化に結びつくようにしっかり支援してまいりたいと思いますあの今後の予算についてはその,その時々の財政状況とかあ各種の状況を総合的に勘案して毎年度判断されるということですが あの私は一括交付金はあの沖縄振興、えー、特措法で、えー、あの措置をされてますのであの院におし院長がおっしゃったようにきちっと今回のおその結果も検証してですねやはりこのあの独自のお仕組みを沖縄振興にこれからも生かしていきたいというふうに担当大臣としては強く思っております以上です河野君ぜひよろしくお願いしておきたいと思いますそれとあの平成二十四年三月に 中小企業円滑化法が終了したこともありまして沖縄の中小企業金融においてこの沖縄振興開発金融公庫ここの果たす役割がますます重要性を増していると思います沖縄公庫の特例業務であります新規事業創出促進出資の財源として追加出資を行うことは 大変重要な課題だと思っておりましたし、その点については評価をしたいと思っております。今後沖縄でのこの新規事業創出にですね向けたま国の取り組みのあり方についてあの政務官はそこに座っていただきましたので、政務官からご答弁をいただきたいと思います。島尻内閣府大臣政務官はい。えー 先生、ご指摘のように、まずあの金融円滑化法の期限到来についてでございますけれども、えー、これはあの期限到来後も金融機関には変わらず、う企業への,その支援を要請をしているところでございます、で加えて、えー、コンサルティング業務とか、もう一歩進んだ、踏み込んだ支援というものも併せて要請をさせていただいているところでございます。でそういった背景の中で、 で、えー、先生ご指摘のですね、この沖縄振興開発金融機構の果たす役割は重要性を増しているということでございます。で、まあ今後の沖縄での新規事業創出に向けた国の取り組み。 またそのあり方についてのご質問でございますが、えー、先ほど山本大臣からもございましたように、沖縄の企業はその多くが中小企業でございまして、この中小企業を中心とする産業振興と,はというものはもう非常に重要であるというふうに考えております。えー この中小企業のこの常用雇用者数、ええちょっとおこれを出させていただきたいと思うんですけれども、この全国と沖縄の比較をさせていただきますと、えー、全国があーこれ62.8%に対して、えー、沖縄は、あでの,その中小企業の常用雇用者数は85.7%ということでも、も大変にあの高い、えー、パーセンテージということでございます。まあそういった点からも、 この沖縄振興開発金融高校におきましても、新事業創出促進出資によりまして、新分野への進出や、あるいは新規事業の創出など、多様な資金ニーズに積極的に対応させていただいているところでございます。で、また、小場先生にも大変にご尽力をいただきました、この平成二十四年三月に改正をされた、この、 沖縄振興特別措置法では、この産業高度化、そして事業革新促進地域制度というものを新たに創設させていただいたところでございますが、当該制度では新たな事業を創出するための取り組みを行う中小企業等も、税制支援の対象としたところでございます。 沖縄県においてもですね、今、先生のご指摘もいただいておりますけれども、この一括交付金を活用して、新たな事業を行おうとしている企業に対して、研究開発の補助、これは沖縄新産業創出投資事業というネーミングになってございますけれども、そのほか経営コンサルティングによる支援、例えばその中小企業の課題解決、地域連携プロジェクト推進 新事業という事業名がございますけれども、とうとう行っているところでございます、えー、こういったあこの支援、えー、施策があ相まってです、ねえー、この沖縄において元気のある、えー、有望な新しい事業があ生み出されていくものというふうに確信をさせていただいているところです小君、えー、最後にちょっと島尻専務がもう一問だけ聞きますが。 まあ今、一括交付金の話ね、ねここ新規事業のときもやってけど、もう一つ、実はその一括交付金でできた制度ですね、何ができてるかというと、教育の問題があるんですよ、やっぱ沖縄、あの高校のない離島というのがすごく多くてですね、結局、一度出身の高校生はその移住,その住むところとか通学費とか、もう経済的負担がものすごく大きくてですね。 まあ、あの平成24年度から教育の負担軽減をかえる目的で、離島出身の高校生を対象に、文科省でその離島高校生就学支援費の支給を始まって、まあ、25年度には増額と、またあの、それこそ一括交付金を利用して、離島出身の高校生の生活支援などを目指して、寄宿舎、あの離島児童生,生徒支援センター、この整備が進められていると。 まあ今、どうお考えになっていらっしゃるかという部分と、やっぱりこういった支援をさらに強化しなければならないと、リト出身の高校生の支援、まあ、国として今後、これをどう進めていくかということを最後に、短めに伺って、質問を終わりたいと思います島尻内閣府大臣政務官。はい えー、小馬先生ご指摘のようにですね、本当にあのまあこの離島出身の高校生、えー、の生活っていうのは本当大変で、あの高校生を抱える、えー、その家庭がもう大変に、えー、まああのいろいろな経済的な負担あるいは、えー、精神的な負担を抱えているところでございます。えー、まあ小馬先生も本当にあの離島の不便さあについてはもう本当にいろいろな諸事情をあの熟視されて。 おられる先生でございます。えー、先生、あの、ご指摘のように、えー、この、今。 おっしゃったようなですね、いろいろな事業がございます。一括交付金を利用して、離島児童生徒支援センター、まあ、これ、仮称というふうにまだお聞きをしておりますけれども、これは本当にあの長年の懸案事項でございまして、今回、この一括交付金を利用してですね、こういった事業が前に進むというのは大変に喜ばしいことだというふうに思っております。また、あの国の方でお聞きをしたところ、文科省に はですね、離島高校生就学支援費というものがあるということでございまして、えー、こういったほ、まあ、他の支援制度も、えー、十分にこれを生かして、ですね、えー、今後もこういったあ、えーまあ、島あの、実は沖縄では島チャビというふうに言うんですけれども、この島の不便さを少しでもあの解決していこうと、えー、いうことにまた尽力をさせていただきたいと思います。終わります